んちゃんの子子って言わないで、お兄ちゃんのこと。ほんとさ、昔からけんちゃんの子だよね、純平って。めっちゃ褒めてるさあれあれ、俺めっちゃ褒められてる今。すごく謙虚なんです僕。でもさ、純平って昔からそうだけどさ、ほんと犯罪者顔だよね。違う、昔からそうじゃないですし、可愛い時やったやん。ほんとに犯罪者みたいな顔してる。今犯罪者みたいな顔してないでしょ。なんか犯罪者みたい。一歩間違えれば。一歩間違えないから俺一歩間違えないタイプだから純平のさ、学生の時の一番の思い出って何なの？何それそうさ、謙虚な子だったわけでしょ。まあまあまあ、謙虚に。で、犯罪者顔でさ、中で一番、一番の思い出、中学の部活で、江戸川区で優勝したことかな。人生で今かその時だから、一番頑張った時間。謙虚な子なんかすいませんえ、サッカーそんな強かったの？サッカーは強かったよ。出ました、江戸川の暴れ馬だからね。出たよお前の自慢あの、ね、本当にね、学生の時はね、よく自慢されてましたフレンドリーでどうたらこうたらあや何も知らない小学生の可愛い子だからお兄ちゃんすごいすごいと思いながら。あ、ちなみにフレンドリーってあのサッカークラブチームです江戸川区で一番強い一番強くねえだろ緑のだけだろ。関係ねえ、緑覚えてんのかフレンドリーは緑ってことね。フレンドリーはほんと緑のチーム、ユニフォームが。でもなんかそう思うとさ、俺ってマジで主人公だなって思うことが多いんだよね。なんで？そのフレンドリーの話で言うと、俺って B チームだったの。やっぱ上手いやつってめっちゃ上手いやん。で、B チームと A チームどっちも同じ大会に出るの、だからさ、ずっと勝ったら当たるわけよ。はいはい、そんなことあるの？あるの、で、なんと決勝戦 B 対 A、フレンドリー B 対 A で、A はサッカー優秀集団で、B は俺らの小学校のメンバーがめっちゃ入ってる。で、権力高い。だけどサッカー弱い。が B。B。うん、で、お互いバチバチなの。やっぱサッカーでは負けたくない。サッカーでも負けたくない。バチバチ。で、俺は最初守備的選手。順平ちょっとこれ、A 攻撃強いからセンターバック。俺バックだった。ディフェンスね。で、防いでました。もう後半も 0-0。で、そろそろちょっと1点取りに行くか。順平ちょっと一番前で上がろうか。俺ワントップ。で、みんなディフェンス。で、カウンターわかる？知らん、全部わかんないよ今の出てくる名前全部わかんないあの、10人で守って1人の俺にパスするっていう戦い方をした、で、俺は足が速かった、だから前にボール蹴る、俺走る、 A チームのディフェンス突破、シュート1点優勝これやばいでしょちなみにこれ分かる、ちょっとあやちなみに、いやすごい分かる、すごい分かるんだけど話終わったの最後のこれでが全部がキモすぎて全部話忘れることにした。ちょお前口からいっぱい出すぎてるし、さっきから忘れることにしたって何、忘れたなら分かるんだけど忘れることにしたってゴールキモすぎて最後のこれがどうしてもキモすぎて全部話忘れることにしたすいません、ちょっとあの熱くなるとメガネが落ちてきちゃうんで完全もうこれこんな主人公の主人公エピソードだ。 B が A に勝つ時点でヤバいのに、その1点を俺守って俺1点決める優勝。え、それで勝ったの？勝った、それ優勝俺ら、B がヤバいこと起きてるからそれって普通。全部なんて言ったの？よっしゃーって言ってよ。あ、いや、その時ね、端っこでおしいちょんてんりって。なんで端っこで、端っこでおしいちょんてんり。私は仲間ちゃうや中国語で。その時はまだ中国人で疑われてたから。え、俺らがサッカーしてて、試合見てて、端っこでおしいちょんてんり一点入れて、おしいちょんてんりちょっと待って、心の病気その頃じゃお前心の病気だわ。お兄ちゃんがすごい大会で一点入れて、おしいちょんてんりは心の病気だわ。気づけなくてごめんだわ。よく今明るい子座ってくれたわ。さすがにね、それなりにまだその時も中国人なりの対応してたから。それはあるね、学校でやっぱいじめられたりするもんね、そういう時は。でもよく順平さ、サッカーの試合見に行ってたよね。うん、でもさ、俺ほんと今思うんだけどさ、もっとアヤを可愛がってればよかったね。あんな可愛い時期、もうでしょ今。これはもうさ、無理やん、こいつ可愛がるとか普通に、なんか全てが俺の上みたいな感じだった。でもやっぱ学生とかその子供の頃はさ、全てが俺上だったじゃん。お兄ちゃんお兄ちゃんって感じだったもんね。なのに俺はあの跳ねのけてた。でしょ、お前うるさい、お前うるさい、お前あっち行け。だって本当に純平はすごい人だと思ってたもんいや本当にすごい人だし、あのお前の目は狂いなかった俺本当すごい人だから。あれ、兄弟ってだんだん友達になっていっちゃうじゃん。確かに、大人になればなるほど。だから今高校生の子とか中学生
の子で弟とか妹がいて生意気だなと思ってるかもしれないけど、マジで可愛がってあげて。その時間ってかけがえのない時間だから、こうなったら終わりだから人生本当にさ、純平がアヤのこと嫌いだったよね。嫌いだったね。何が嫌いだったの？家でアヤが全部守られるから嫌いだった。お母さんとかお父さんも全部アヤの味方だから、俺それ嫌だよ。だからアヤがいなければって一人こうやって握り拳を握って寝る時もあったよ。ちょっと待って、なんか変な拾い方今スルーすればいいのに拾わないで。ってこれどこら辺に近いですか？爪が食い込む。ぐーってぐーって、あーもう見て拳も細もう心配になる拳が細すぎて見て。いや男女本気だねつぐーってやって、俺が中国人だったろうなって。じゃあそれはなってないそれはなんかいろいろ難しいし、俺が中国人だったらなと思ったことはあんまないけど、こうやってグーってやって開いたらなんかねえ何この人、多分酔ってる。